おはようございます。おはようございます。ザビエル公園、さあ私たちは今、はい、鹿児島市のザビエル公園に来ています。やってきました。ザビエル公園、鹿児島で一番セミの集まる公園だと聞いてます。確かに今すごい真夏らしい音が。ザビエル公園こんなにいるんだね。なぜ私たちが今ここにいるかと言いますと、はいはい、今日はですねこのザビエル公園がある東仙石町をプラットしようということなんですね。東仙石町なんかもうお店だらけですよ、うん、いっぱいありますよね。もう、まあ、困らない、これは楽勝わけですね。今、はい、お盆、まあ、やばいね、真っ只中ですよ。真っ只中なんですね。えらい日に呼ばれたと思ったら、お盆の日にロケするかね。このお盆の期間中でも空いてるお店はあるのかっていうのもちょっとないよ、あるのかね。確かに、確かに。かつ、やっぱりもう皆さん知ってる街ですから、うん、ちょっと行ったことがねえな、深いとこ攻めましょうよ。いいですね。ギリギリ合法のところ、うん、そうね、ギリギリじゃなくてちょっと合法のところ探しましょう。いや、ギリギリが見たい。アナウンサーが行くプラット鹿児島市東仙石町行きましょう。行きましょう。行きましょう。どこ あ、こっち時間かかりそうな。カメラはそのままでこうでいいんだよ。やだね、本当全部フル尺で使われる。広いね、横にね。これ東仙石町はもうこっち行くと違うわけです。そうなんですよね、道路のこっち側ですね。あそこから出る国なんだ。最初ね、うっかり出ちゃわないように。そうなんですよね。ちょっと曲がりますか。曲がりましょうか ね、中に入りましょう。あるかな、真ん中。あー、メインストリート入りました。あー、まあ、お休みですよ。お盆ですからね。ステーキハウス、わステーキとか行きたかったけどな、ね、ステーキ。こっちはワインとお酒。あ、こっちはやってない。そりゃ時間的にやってないのかな。そうだよね。それもあるな。9時半にまずもうやってないよね、お盆の。ディープもそうだけど、一回空いてるとこ探すのが。そうだね、うん、そうですね。それまずそれそれしましょうか ね。歩き始めて15分が経過。そろそろなんか入りたいですね。これは長引きそうだな。かかってます。あら、コーヒーだ。あ、おう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 、ありますね。来ました、猫ちゃんが。いや、かわいい看板だ。こんにちは。開いてたね、よかった。開いてた。ようやく営業中のコーヒーのお店を発見。結構ありますね、うん、いつも混んでる。これは行きたいところですね。ちょっとじゃあ聞きましょうか。あ、もうぜひお願いします。行きます。行ける。おはようございます。すいません、お盆です。 KKB のカラナビという番組で今ちょっとロケをしているんですけれども、今ってお時間。はい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 。僕コーヒー。もう早速。早っ。聞いてないのに。大丈夫です。お、ありがとうございます。ちょっと思って見ちゃいました。やった。心よく取材 OK してくれたこちらは、6年前にオープンしたコーヒー店、タビーコーヒー。スタッフの田中さんにお話を伺います。すみません、急にありがとうございます。ありがとうございます。これ何時からされてるんですか。朝は8時から。あら、ありがたいね。8時、また早いですね。そうですね。いいですね。すごい。やっぱ朝のコーヒーってのは格別ですよね。ですね。朝からやっぱ飲みたい方も結構いる。なるほど。そうです。コーヒーをメインに20種類以上のドリンクを販売していて、朝は通勤途中に立ち寄るサラリーマンが多いそう。ちなみにお店のタビーコーヒーっていうのはどういう意味なんですか。オーナーが、ちょっと別でいるんですけど、オーナーの方が まず旅好きだったっていうのと、あとタビーっていうのが、トラ猫、キジ猫、猫の英語かなんか名前らしくて、そこをこう掛け合わせて。なるほど、だから旅をしている猫の看板が、はい、そんなこちらではお客さんも旅気分を味わえるんです。ちょっとでもなんかね、機械島ってワードが入ってて、本当だ。
結構喜界島はなんか、ああそうですね、それこそそのオーナーがもともと島の方で働かれてて、なので結構その島の方とのつながりがあったりとか。なるほどなるほど、ね、本土にはないけどそっちで取り扱ってるものとかを取り入れたり。種子島さんの抹茶を使ったラテや天海さんのフルーツのジュースなど鹿児島の離島の味を楽しめるんです。そんなタビーコーヒーの今の一押しなドリンクが8月だけ限定で、ちょっとコーラをクラフトコーラをちょっと見ていいですか。限定犬座コーラ、はい、犬座コーラ初めて猫の犬を今回はえ、あの気仙沼の気仙団子とかなの、気仙団子の気仙団子、気仙とはニッキ、シナモンの仲間でスーッとする風味が特徴。その葉っぱでお団子を包んだ気仙団子は鹿児島の郷土菓子です。その気仙の葉っぱが犬雑魚町で採れたため犬雑魚コーラと命名しました。いいネーミングだな。ということで平手さんは犬雑魚コーラ、僕は喜界島のザラメを使ったコーヒー牛乳ゼリーをいただきます。コーヒーはどんなコーヒー使われてるんですか。うちが今グアテマラとモカを扱ってるんですけど、まあそのグアテマラを使って、うん、あのゼリーを作って、うん、コーヒー自体はあのモカをここでドリップしてそれを入れてるみたいな感じです。あ、素晴らしい。ちょっとお得な感じがします、ね、お得な感じすっきり飲みやすいグアテマラ産豆のコーヒーで作ったゼリーをたっぷり使って牛乳と喜界島さんのザラメで作った自家製シロップ、豊かな香りが特徴のモカを加えました。めちゃくちゃうまい。あー、すっきり。あ、いい苦味もまた来ますよこれは。そうですね、うまっ。やっぱもうシロップのね、はい、コクのある甘さで甘くて飲みやすい美味しいコーヒー牛乳けど、ちょうどねこのゼリーが程よい感じでストローから入ってくるんですね、飲んでると。で、ね、だから飲んでる液体としては美味しい甘くてコーヒー牛乳だけど、グアテマラゼリーがちょっと入るとこの苦味とコク出てきて、だから半分飲んでて3割なんか食べてるような感覚。いいでモカとミルクの味わいも抜群ですね。ありがとうございます。続いて犬座コーラがこちら。コーラなのに黒くないんです。確かに言われてみたらそうだ。普通のコーラはカラメル色素とかを入れてるから黒くなってるんですけど、今回入れてないので、あのもうシンプルなシロップの色だけみたいな。この色だけどちゃんと味はコーラですね。気仙の葉っぱにレモン、数種類のスパイスなどを煮込んだ自家製シロップを炭酸で割った一杯。気になるお味は。気になるな。味わいがしますね。そうなの。ちょっとあの酸味の中に独特の甘さもあって、はい、でまたスーッとするこの日記のようなハッカのような感じ、はい、美味しい。これ夏にぴったり。本当に飲んだ瞬間からも清涼感たっぷり。わあ、これちょっと夏に本当飲んでほしい。わあ、またちょっと15分ぐらい歩いてきたので、うん、確かにその中で飲むこれ。犬座コーラは8月いっぱいまでなので気になる方はお早めに。お店はテイクアウトがメインですが、中で立ち飲みするのも OK です。やっぱ中に来られる方、まあ、ここが近いのでいろいろお話ししたい方とかはやっぱ中に入られて、ちょっとそこに会話楽しみに来られる方もいるってことですね。はい、もうずっといられる方とかも、やっぱ朝から来てとかって方も。い長い方どれぐらいいるんですか。ですね、朝から来て、まあ午後の、まあ、4時とかでご飯だけ食べてまた戻ってくる。なるほどね。その前もいましたね。これ確かにでも居心地いいもんね。そんな話題あるんだね。美味しいドリンクとおしゃべりでいつまでもいたくなるお店でした。
ちょっとお昼とか探します。そうね、お昼行こうか、うん、時間もいい時間になってきたので。どうなってんだろうね。でもやっぱりお盆だからちょっと閉まってるところもありますね。そうね、時間帯はもういい時間だから、うん、お盆ぐらいはお盆になってるの方がいい。その通りだよ。ちょっとここはもう知りすぎてて、そうですね、みんな知り尽くした通りですね。そうそう、奥の通りとか行ってみますか。ちょっと奥の通り行ってみますか、うん、結構歩いてるね。そうなんですよ、この地図よく出てくるもんね。うわいいけどな、これやってる。なかなかにこの裏路地か、やってなさそう、ね、空いてるところがないですよね。そうだよね、夜ですよね、ここの通りは。いいご飯屋多いんだけどね、本当に。お昼もやってないかな。そっか、昼だもんな。歩いてます、非常に歩いてます。いやこの地図多いな。餃子の道、餃子の道うまいよね。あ、餃子の道も美味しいですよ。空いてるの、今はまだ準備中ですね。準備中か。いや定休日だ、火曜日が。なるほど。ここ何、サムギョプサルとか開いてるね、11時半から、うん、おやった。ようやく開いているお店を発見、うん、看板には韓国料理がずらりと並んでいます。いろいろありますね、韓国ラーメン。これちょっと気になるな、ちょっと聞いてみますか。聞いてみましょうかね。まあ、じゃあちょっと行ってきましょうか。お願いします、はい。ここ逃すとやばいよ。こんにちは。厳しいです。あ、すみません。今テレビで街歩きして、あ、こんにちは。これはいけるだ。ちょっと気になる。これはいける。知ってもらってる。このリアクションは好感触。果たして結果は。いけるいける。OK でございます。いやー、優しいね、知っててくださって。お客さんも食べてましたけど、めちゃくちゃうまそう。うわ、最高じゃないですか。いいですよ。しかもちょっとふくらなびのことご存知の。わあ、ありがたい、ありがたい、ありがたいことです。こちらは韓国料理店の古希王天文館七味麹店です。店内はおしゃれな雰囲気で K-POP アイドルのサインが並んでいます。お店はいつ頃からされてるんですか。お店は去年の4月にオープンしました。はあ、じゃあまだまだ1年ちょっとぐらいなんですね。新しめのお店ですね。なんか場所を選びとかでここを選んだ理由とかあるんですか。本店がもともと枕崎なので。あ、はい、まあ、天文館やっぱり一番繁華街なので。なるほど、はい、天文館進出っていう形で日本店。すごい素晴らしい、いいですね、はい、来られる方ってどんな方がお客さん多いですか。若い方も多いんですけど、結構年配の方もいらっしゃいますね。へえ、本店の枕崎店がオープンしたのは2021年3月。その人気を受けて昨年4月天文館に2号店をオープンさせました。その人気の理由とは、調味料とかその香辛料も含めてなんですけど、全部ほとんどをもう韓国の本場の、はい、材料から全部使ってるので。素晴らしいですね。取り寄せて。そうです。こだわりがちゃんと韓国食材で、本気でございますこれは、はい、コチュジャンにお味噌、お醤油まで使っている調味料の全てを韓国から仕入れています。こんなたくさん。さらにお店の味を決めたのも韓国人のオーナーさんということで、全ての料理が本場の味そのものなんです。ちょっと待って、これうわたくさんありすぎて、あ、チヂミ、迷うよ。チヂミも行きたい、トッポギもね。トッポギいいですよね。チヂミにトッポギ、チーズタッカルビなどなど、本格韓国料理が選び放題。中でもおすすめを用意してもらいました、うん、ということでご用意していただきました。ハバペコです。ありがたいですよ。ちゃんとついて全部好き。まずいただくのがお店の看板メニューで一番人気のヤンニョムチキン、はい、大きめの鶏もも肉に特製の甘辛いタレ絡めてます。ではではいただきます。いただきます。でかいわ、確かにでかい。
うん、うん、うん、ごはんうまっ、うん、うん、これマジアニョハセヨっすね。アニョハセヨ、出ちゃいました。使い方よ、本格的な味わいで、ちょっと甘い感じがいいね、これね。そうなんですね、うん、すごくこの甘さが癖になりますよね、うん、次にもどんどん食べたくなっちゃう、ね、うん、で、だんだんとちょっとピリピリ感が増してきて、そして肉にもしっかり味が入ってますね、はい、外の衣のサクサク感が本当にすごいです。そこからのお肉のジューシーさ、じわじわって感じが、いいランチだね、しすごいですね。続いていただくのが尾形さん一押しのスンドゥブチゲ。いや最高。じゃあその唐辛子粉とかをベースに10種類近くスパイスをいろいろ混ぜて、その元を作るんですね、ヤンニョムという。それがすごくもう味付けがしっかりしてるので止まらなくなります。あ、いいですね、はい、おすすめです。なんか生き生きされましたね、はい、これ大好きなんです。お店のスンドゥブチゲの愛が止まらない尾形さん、うん、というのも本当に探してて美味しいスンドゥブチゲを、プレオープンの時に来てスンドゥブを求めて、はあ、でそれからですね、もうあのオープンしてからもずっと通って、お客さんだったってことですか。はい、ファンから店員になったスンドゥブチゲを食べる常人です。すごい説得力半端ないね。信頼できる。そうだね、うますぎて働きたくなっちゃってる。すごい、もう尾形さん、なんともともとはお店の常連さん、コキヨのスンドゥブチゲに惚れ込んでお店に通い詰め、好きすぎてアルバイトとして働き始めた結果、店長にまでなってます。すごいのし上がり方、すごいです。え、店長変えたスンドゥブですか。そうですね、すごいな。なるほど、人生変えてる。さあ、気になるお味は。うん、あ、おいしい。あ、すごい、なんか最初甘みの感じがきますね。はい、まろやかなのかな、マイルドなのかなと思っていたら、後からスパイスがガツンときます。ガツンって、これびっくりなのが、時間が経てば経つほどなんか口の中で風味が変わっていきますよね。そうですね、徐々に徐々に効いてくるスパイスが違う。でこの野菜の玉ねぎも入ってるから、ね、その甘さっていうのがしっかりと溶け込んでいて、豆腐が滑らかでいいんですよ。味がよく染みてますね、これ。絹豆腐を使うのが、はい、最高だ。ポイントですね。あ、もう分かります。ファンになる気持ちすごく分かります。でもこれをご飯にかけても美味しい。絶対美味しい。絶対美味しい。絶対美味しい。ちょっとずつね、スプーンで垂らしながらね。そうですね、定食でご飯と、あと韓国の小鉢と。大型さんと一緒に食べたいね。いいですよ。もう最高ですね。いいランチだわ。お店は、あ、お料理はまだまだたくさんあります。夏限定のメニューがこちらの冷麺ですね。ひんやりさっぱりとした牛骨だしのスープにもちもちの麺、ピリッと辛い大根のキムチの組み合わせ、最高です。具材たっぷりの韓国のり巻きもごま油の風味がたまりません。あー、チーズなんだ。いろいろ頼みたくなっちゃいますね。確かに全部自分だね、もうラブが伝わるからですね、うん、本当に好きなもの出してるっていうのが伝わる。ですよ、めちゃくちゃ嬉しい。お料理だけではなく韓国のお酒もたくさん揃っていますよ。そしてなんと今年の秋には薩摩仙台市に3号店を出店。今ノリに乗っているコキヨ、皆さんもぜひ行ってみてください。この通りはね、あー、そうね、どうしようかな、行ってみます。ちょっとちょっと見たいやつあるんだけど、いい。おー、何、ちょっとどうぞどうぞ。何よ、なんかおすすめがあれば。ちょっとこのロケというかね、スタジオ展開にもつなげられるような、うん、お、何なんだろう。あー、見えてきた。ふんふん、なんだ
何かありますっけ。もう鹿児島ではもうね有名な熊ソテーさんですよ。はいはいはい、ここですよね。郷土料理がね超有名な老舗ですよ、うん、こんなのがね、はい、あ、これかあるんだ、知らなかった。翼さんが気になっていたのが自動販売機。こちら鹿児島の郷土料理の名店熊ソテーが運営していて、お店の味を24時間楽しめるんです。そう、鹿児島の郷土料理が角煮からね、うん、豚味噌、豚味噌、いいね、焼き火きなごの最高。きびなごもあんの、すごい、うわ、種類も豊富。自動販売機におかずからおつまみまで10種類近くの郷土料理が揃っていて、お土産にもぴったり。ぴったりだ、うん、うわー、味噌漬け。私たちは六白黒豚の角煮を選びました。買っては見たものの、私たちはこの場で食べられないので、冷凍です。あ、そうか、それはそうだね、冷凍だね。ジェジェさん、角煮の食レポ。ミスター食レポ。はい。さあ、はい。ということで、V の途中なのに、ジェジェさんに試食してもらうんですが、そんなことあんの？ロケにも行かず、ただ試食してもらうっていうのは本当に良くないことなので。チャレンジ企画を用意いたしました。チャレンジ企画、その名も、はい、世界食リポ2023豚角煮。なになになに、ご説明いたします、はい、米田さん、ナレーションや視聴者の方からのメール、とてもよく噛みますよね。噛んでます。そうですね、はい、ということで米田さんにはこの角煮の食リポを噛まずにできるかという挑戦をしてもらいます。いい、ね、もちろん角煮は噛んでもいいです。食リポは噛んではダメです。でもしも、うん、ユニちゃん噛んでしまいましたら、はい、とても怖いことが起きます。怖いことが起きます。ちなみにですね、はい、こちらの角煮ですが、はい、鹿児島県産六白黒豚のバラ肉を3時間以上かけて煮込んでいて、お箸で切れるほどの柔らかさ、うん、味付けは醤油ベースで真空パックにすることで味がよりお肉に染み込むそうです。うわ、噛まないね、やっぱなんさ、はい、それでは行きましょう。ヨネタさん、お願いいたします。お願いします、はい、ではいただきます。でもね、本当に今目の前に来たら、はい、もういい甘辛い香りが本当にして、素晴らしい。じゃあ早速お箸でね、はい、切れるのかな。あらららあららららあらら、行こう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 、はい、さあ、うん、気になる。おいしい。うーん、噛めよ噛めよ、ちょっとは。いや、もうすごくね、もう歯いらないぐらい、ほんと噛むのに。歯はいると思うけど。歯はいると思うけどな。でもほんとにこの味付けほんとに染みてて、これご飯ほんと進みます、これ。めちゃくちゃおいしい。んクマス亭の六白黒豚の角煮は鹿児島市東天国町のセピア通りにあるクマス亭横の自動販売機で購入できるそうです。残念、詰まりましたからね、今のはね。大事な情報は噛みました。噛んじゃダメとか言っちゃダメですよ。本当にひどいです。いや、急に出されたらそうなるでしょ。いやいやいや、ちゃんとした情報伝えるとこまで食レポ。ヨミちゃん、ちょっと敗因を聞いてもいいですか。敗因、まあちょっとまあ美味しくてちょっと夢中になったってことはあるかもしれませんね。今のもギリギリ危なかったです。アウトでしょ。ということでね、はい、チャレンジに失敗したヨネちゃんにはですね、はい、番組が終わるまでこの緑のライトが当たり続けます。しかもうっすら緑です。うっすら緑がかかり続けます、はい、だからちょうど不気味です。地味だね、はい、心配されちゃう、途中から見たかった、はい、いやもう本当だったらもうモザイクかけたいぐらいですけども緑にしときましたので、ということで、ヨネちゃんありがとうございました。ありがとうございました。それでは、VTR の続き、そうだ、どうぞ。V の途中でしたね。ずっと緑ってことでしょ、ここからヨネちゃん。ずっと緑です。ワイプも緑でしょ。ワイプも緑です。前の、はいはい、上り旗、ちょっと私気になる文字見つけちゃいました。いいね、ね、すごく良かったですよね。まだ他にも種類ありますからね。あ、確かに。はいはいはい。ちょっと私の好きな、好きなやつね、好きな言葉が。何好きな言葉、ね、大好きなマルセイユって書いてある、ね、あ、そっちじゃない、そっちじゃない、隣です。マルセイユの方、マルセイユの占いが好きよね、占いね、占い好きなんですよ、占いっていいよね、やっぱ。あれでも見てよ、マジック&カフェとか一緒、一緒、インフィニティ、マジック、マジックと占い、なんか面白そうですね。
飛び込みで急にやってもらえるものなのかな。あ、通り過ぎてたな、ここ気になるね。ちょっと気になりますよね。占いマジックカフェという前代未聞なお店を見つけた我々、前代未聞、取材交渉しないわけにはいきません。気になるな、ワイプが緑が気になるわ。まず気にしないでお店行って、お店に変な緑。こんにちは。こんにちはどころじゃないもん。あ、来た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 。もう気にしないで、罰ゲーム中ですか。この笑顔はどうだ、どうだ。ありがたい。なんかすごくなんか素敵な雰囲気で、なんか懐かしい感じもするし、喫茶店、あ、喫茶店みたいなところでしたね。あー、インフィニティさん、うん、大きくカードの絵柄が分かりやすいですね。あー、いいね、雰囲気あるね。こんにちは、すいません、お邪魔します。どうぞ。お邪魔します。失礼します。あー、これはいい、広いね。中はカウンターに椅子が並び、落ち着いた空間。出迎えてくれたのは優しそうな雰囲気のマスター萩原さんと、インコのマックス。いい雰囲気。こちらは喫茶店でコーヒーや紅茶などのドリンクを楽しめるということで、ひとまずいただくことに。あー、うまいね。あー、いい、ホッとするわ、やっぱり。熱くはないですかね。あ、めちゃくちゃいい感じです。ありがとうございます。あー、いい香り、おいしい。こんな風に2人でくつろいでいる時でした、うん、あの穏やかそうなマスターが、うん、マスターが、あ、じゃあその肘にあるボール貸してもらいます。肘にある、肘にある、肘にボール、あ、ないよ。すごい、平瀬さん、肘にボールつけて、早いで。さっきから気になってはいたんですけど、ありました、ありがとう。でも一個じゃしょうがないですからね。よいしょ、ちょっとこう、2つぐらいに分けてしまう。すげえ、不思議。そう、こちらではこんな風に目の前でマジックを見せてもらえるんです。この距離で。ということで、ここからは萩原さんのマジックをたっぷりご覧ください。すごい、見たい、見たい。2つのボールがほう動かしてもらって、手を、はい、はい、私がこれを1つ持ちます。はい、じゃあこれ1つ持っとっていただけますか。持っていいですか。はい、はい、1つね。で、ここからこうちょっとおまじないかけてやると遊びに行きます。ちょっと怖いんだけど。それはない、それはないよ。それはない、いや、それはない。感じは変わってないよ。1個しか入れてないよ。あ、変わってないですか。はい、あら、どうですか、ゆっくりと開けます。それはないよ。うわぁ、翼もグルだな、これな。翼もグルだ。磁石みたいなスポンジなんですよ。だから離してもこうくっつきたがるんですけど、だから2個一緒に持ってもらえば、2個もっといいですか。2個よ、2個一緒に持つ。まっすぐ伸ばしてください。まだありますよね。まだあります。2個ね、今ね、消えたら消えたって言ってください。そんなバカ、ワン、ツー、スリー。消えました。消えてないよ。消えてない。まだあります。まだあります。あるでしょ。せーの、はい。ちょっと愛のあるマジックをしたんですけど。愛のあるマジック。消えてないですね。消えてないです。ハートに、どういうこと。いつ、いつの間に変わった。すごい、素敵なのあるな。猫だからくっついてこうなった。どういうこと。るの、すごい、グルじゃないだろうね。違う、でもいつ、あの、愛っていうのは儚いもんですから、こうしてゆっくりと、消えた、また元に戻っていく。すごすぎるわ。すごいな、この距離で見てても分かんないだもんね。続いて萩原さんが取り出したのが3つのサイコロと小さな箱。はい、実際に触ってみても何の仕掛けもありません。うんうん、さあ、それでは今調べてもらった、はい、サイコロと箱ですけれども、はい、好きなサイコロを箱に入れます。はい、箱には2個しか入りません。はい、で、上の数字を覚えて私に見えないように蓋をして、はい、1個は隠しとってください。はい、ここは隠しとく。はい、なるほど。どなたがやってもいい。じゃあ平田さん2個選んでください。あ、わかりました。僕1個隠しますから。はい、じゃあ次なので。上の数字ね、なかなか、はい、いいね、いいね。性格悪いね、
箱に入れたのは1のゾロ目で手に握ったのは黄色のサイコロ。もちろん萩原さんは一切見ていません。大丈夫です、はい、じゃあちょっと音を聞かせてください。音を聞くとね大体わかるんですけど、今多分あ怖いの握ってる今なんか、多分手の中にあるのが黄色だと思います。ということは赤と緑なんですけど、割とシンプルです。多分1と1だと。なんで？やば。本当になんで？ちょっと待って、監視カメラで見てないか？監視カメラで。なんで？同じ数字っていうのは分かりやすいんですよ。そうなんですか？なんで？裏書いてやってるか恥ずかしいね。分からないんです。面白い。なんかいくつなっても。ワクワクなんでか聞いてくれよ。すごい。いや教えてくれないよ。なんでだよ。教えてくれない。ちなみに店前に上りがあった通り、萩原さんはタロット占いもできるので、こちらを求めてやってくるお客さんも多いんだとか。マジシャン歴というかどれぐらいの歴ですか？一応歴は長いです。高校生の時に、すごいな。すごい。ちょうどスタートして。それは長いね。高校生でマジックの魅力にはまり技術を習得していきましたが、就職を機に一度は別の道へ。職業としては一旦違う お仕事に就かれたんですか？全くかけ離れた仕事だったんです。割とお堅いお仕事だったもんですから。ちなみにどういうお仕事だったかって聞いてもいいですか？あの鹿児島のお巡りさんしてました。あらお巡りさん、そっからマジシャンですか？お堅いお仕事だ。すごいな。そのためもうマジックをやることはないだろうと思っていましたが、敬老会とか小学校とか交通安全の法令講習とか、難しい話をした後にじゃあよく聞いてくれたから手順でもしようか。でもね、本当にそうなんだ。そういうのがあるとしっかり聞くんですよ。話術する人がいたりとか、だからその流れでじゃあ2つ3つ簡単なマジックをしてみんなよく聞いてくれました。素晴らしい。警察官を辞めた後14年前にこのお店を開いた萩原さん、およそ50年をマジックとともに過ごしてきたのです。ご主人にとってマジックってどんな存在ですか？なんだろう、人を楽しませる、芸というか、ですね、驚かせるんじゃなくて楽しんでもらうための技、技術。なんか喜んでもらうために練習とか努力するのってなんか素敵です ね、 ね、魔法使いじゃないから本当の魔法はかけられないけど、ね、いろんな仕掛けとかトリックとか、ね、いろんなものを駆使して本当に魔法が起こったような風に見せられたらいいなって思って。素敵だな。すごいわ。そしてなんと我々が見せてもらったマジックは萩原さんから直接レクチャーしてもらうこともできるんです。教えてもらえるの？はい、ということで、ということで、ということで、今一人のマジシャンが誕生いたしました。薩摩のトランプマン、スタジオで生披露。生披露？すごい。おお、生披露。薩摩のトランプマンだ。トランプマンだ。喋っちゃった。喋っちゃった。やりましょう。そこまでやんなくていいかも。喋るタイプのトランプマンですよ。トランプマンは喋るんです。途中から消えたのに気づきましたかね。消えたよ。ということでマジックを一つやろうと思うんですけども、はい、教えてもらいました。使うのはですね、トランプトランプをね。声大丈夫ですか？喉がごめん。ちょっとするやつ持ってますけど。緊張でなんかある？あります、あります。フリスクだ。フリスクだ。ありがとう、ありがとう。いや、でかいな。すごい。でかすぎるだろう、はい、というこんな小技のマジックもちょっと教えてもらってきました。食べ終わる、食べ終わるのに2年かかるだろう。どうやって出したの？大きいタブレットがここから出てきちゃうんです。はい、もう平田さんの出番終わりです。はい、これで私終わりました。すごい。じゃあちょっとですね、相手がいた方がいいんで、ヨネちゃん来てもらっていいですか？はい、ぜひ前の方へ。山披露ですか？はい、この瞬間だけちょっと緑が外れます。はい、外れました。はい、じゃあまあ使うのはこちら の、はい、あの青色のトランプですね。うん、こちらを使います。はい、まあまあ普通にまずは切りますよ。うん、ちゃんと切ってよ。はい、まあ、いろんなカードがあるよってことですね。普通のトランプ、まあ、至って普通のね、たくさんあるトランプでございますよ。じゃあこっからですね、取らないでください。選んでください。どれか選ぶ。はい、
指さしていいんですか。言っていいです、言っていい。言葉で言ってもらって大丈夫。じゃあこのダイヤの4、ダイヤの4ですね。ダイヤの4をヨネちゃんは選びました、はい、トランプの色何色でした。赤です。青、ね、本当に台無しになるところです。ヨネちゃん、はい、で青ですけども、セリフを噛むとね、赤面するヨネちゃんに近づけますと、はい、はい、すごい赤くなります。全て赤くなります。全部赤くなります。全部赤くなります。あら、1個だけ青いのがありました。嘘だろ。ヨネちゃん、ちょっと待って、選んだのは何でした。ダイヤの4です。ダイヤの4、はい、これ見てみましょう。ダイヤの4です。で、ダイヤの4、1枚だけ色が何でしたか。青でした。これもね、ヨネちゃんに近づけますと、赤面。うわー、うわー、全部赤です、全部赤です、全部赤。すごくない。ちゃんとトランプです。え、どうしてるの。すごい、素晴らしい。めちゃくちゃ緊張しました。リプレイで見るとバレそうですが。いや、そう、分かるの。分かります。録画見よう後で。いやいや、見てないで。温かく見守ってください、皆さん。あ、もうちゃんと緑に戻ってください。はい、終わった。はい、興奮しちゃって。ということで、僕はね、15分ぐらいですか、教えてもらったのが。もう、それでこのマジックできるの。そうなんです。もちろん上手にやるには練習が必要で、何回も通うことによってよりプロに近づいていくので。そういうことです。真横で見てても全然分からなかったですよ。僕どっちかというと出来が悪い方でしたけども、これぐらい練習すればできますので、行ってみてください。皆さん、行ってみてください。すごいな。はい、今回も皆さん取材にご協力ありがとうございました。どこも良かったですね。最高でした。